はい、どうもこんにちは、増田です。今日はですね、ある方にインタビューをしていきたいなというふうに思います。それではですね、早速ですけれども自己紹介の方をよろしくお願いいたします。はい、はい、女性の個人企業をサポートしていまして、企業塾ホリスティックマジックという塾を主催しております中島智美と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ホリスティックマジック、はい、マジシャンですか？はい、ノーマジシャンです。すいません、はい、ノーマジシャン、はい、ね、売れないマジシャンみたいですね、ノーマジシャン。なんでですか？はい、さっきまでね、オフレコの時にトイレ行かれてて髪の毛巻いてはったんですけど、もうさすがにね、はい、あれはもう完璧です。完璧なんです、はいはい、作ってんのかって話ですけれども今回はですね、中島さんにマッサージ塾で実際にやっていただいた施策だったりとか、うん、まあ、過去のことだったりとか、いろいろ掘り下げてお聞きしたいなというふうに思いますので、約まあ20分とか30分ぐらいになると思いますけれども、うん、皆さんですね、はい、楽しんでみてください。そのことなんですけれども、はい、そもそもマッサージ塾というのはどういう経路で入ることになったんですか、そもそも。そうなんですよね、はい、これが結構イレギュラーな出会い方だったかと思うんですけれども、はい、私もともと増田先生の奥さんとお知り合いでして、はい、普段絶対増田先生って呼ばへんから、はい、はい、増田先生の奥さんとお知り合いでして、はい、で奥さんがこう増田家でシンガポールに遊びに行くよっていうのを聞いたタイミングがあったので、はいはい、私海外旅行が好きなもので、はい、私も行きたいですって言って便乗して勝手にシンガポールについていったっていう。やっぱ俺女子苦手やな、すいませんで、はい、それでシンガポール勝手についてって、で増田家とご飯を食べましょうって言った時に、シンガポールで初めて武井先生と増田先生とお会いをして始めまして、当時2017年とかじゃなかったですか？あ、それぐらいです。今から多分4年ぐらい前ですけれども、うん、一番最初お会いさせていただいた印象は、うん、少女のような子だなと思って、なんか僕がその時4年前なんで36とかだったんですけれども、トミさん多分中島さんがその時に4年前やから、はい、まあまあ、ま、そうですね、まあ、もう20後半か30ぐらいかなと思ったんですけど、なんかむっちゃ高校生上がりの子来たんかなぐらいこの子お酒飲んで大丈夫なのかなぐらい本当ですか、そう若々しい感じだったんですけど、で、はい、いずれにしていっても最近、うんうんうん、いきなり連絡来て、はい、塾入ったんですけど、なんか手続きいるんですかみたいなこと言われてそうそうそう、でこれでこれでみたいなパッパッパッとしてもらって、はい、パッパッ進めていただいたんですけれども、そもそも、まあ、塾に、はい、まあ、入るというか、うん、もうほとんどもう7割8割僕の感覚とかでは、はい、友達みたいな人が入ってきたなって感じなんですけれども、いやいや結果的に言ったらすると結構がっつり、うん、はい、のめり込んでいただいて、売り上げもなんか当時、はい、もうあれからまた最高売り上げ出しました？あ、まだ更新はしてないですけど、うん、そう、増田先生にね教えていただいた時の最高月商がすごいのがね出せたんですよ。ちなみに、うん、結果だけ聞きますけれども、はい、最高売上って、まあ、まあ、はい、差し支えなければ、はい、どれぐらい売上げて、はい、利益がどれぐらい残ったとかっていうことをお話ししてほしいんですけども、はい、はいはい、増田先生に教えていただいていた時に私が出せた最高月商っていうのが約407万円、うん、407万円、はい、はい、でありがたいこと、なんで笑うんですか？いや、わからんでありがたいことに私企業コンサルタントとしてオンラインをメインに仕事をしているので、うんうんうん、その家賃とかあと人件費もそんなにジムの子たちに少し払ってるぐらいであんまり大きなものが出ないんですよね。なので諸経費って言うても20万とか、ほあと全部利益、あ、なんか、うん、そういう感じなのかって感じですけど、はい、我々ね、店舗経営者からしてみたら家賃もかかって、そう、人件費もかかって、そう、そう、なんか広告費もどうとかあるかっていうのもありますけど、そういうなんかあんまりかからないってことですか？全然かからないです。広告費も今までほぼかけたことなかったぐらいです。すごいね、うん、この辺のやり方っていうのは、はい、また後半の方でお伺いしたいなと思いますけれども、はい、だいたいその407万ってことはすげえなと思ったんですけれども、はい、平均的にはだいたい毎月、はいはい、まあ、言える範囲でいいです。お客さんとかを見てるかもしれないんで、あんまり大きい声に言えないかもしれないですけれども、まあ、はい、そのまま言っていただけると非常にありがたいんですけれども、はい、大体毎月どれぐらいの売り上げが出るもんなんですか？そうですね、平均で言うと大体200から250ぐらいがアベレージになってくるので、うんうんうん、300超えるとあ頑張ったっていうぐらいだったので、400って割と私の中で未知数だったんですよね。行ったことが
ない数字。ああそうなんですね、はい、200とか250っていう、うん、だから、まあ、200の時からしてみたらその407万っていうのはもう倍ですからね。すごいですよ。その辺のエピソードっていうのをお話しねいただこうかなと思うんですけれども、はい、なんかこう塾に入る前、ねうんはい、っていうのは、うんうん、どんなことに困ってた、そしてなんか、うんもしくは、はい、こういう風になってみたいなと思うけどもなかなか慣れなかったみたいな、うん、思い出じゃないけど、はい、プログラムってなんかありました？ありました、ありました。今ね増田先生が聞いてくださったようにもともと売り上げは一人でビジネスをやっていて200から250万ぐらいは稼げていたのではた、まあ、から見たら、まあ、そんなに困ってはいないし安定といえば安定していたかと思うんですけど、やっぱり起業家としてその環境に飽きちゃった自分もいたんですよね。飽きた？安定が。ああ、うん、その時でも、はい、入る前とかでも飽きたっておっしゃいますけれども、はい、その時でもやっぱ200万ぐらい売り上げたんですか？あ、ありました。 あったんや。はい、そう、真面目なので仕事はちゃんとやるんですよ。へ何に飽きてたんですか？でもそんだけ売り上がってたら、うん、まあ言っちゃなんやけどなんかうわうわじゃないの？どうなんですか？でもそんなですよ。ブイブイ言わしたんじゃないですか？全然です、全然。港区あたりで毎日シャンパンタワーやったりとか。品川区在住。品川区在住とか言わない方がいい。はい、いや、オフィス、オフィス。僕もそうなんですけれども、はい、そうなんや。そう、で、その飽きたっていうのは停滞期っていうんですかね。やっぱり売上規模に関係なく停滞って皆さん、ね、私より全然活躍されている方ももちろん見てくださってると思うんですけど、なんかパッとしない時とか気分が晴れない時ってあると思うんですよ、はい、で私はそれをすごく打破したくって、なので増田先生のところに行った理由っていうのは爆発してみたかったんですよね。その売上とかやはり一人でそれまで一度メンターから離れて 2,3 年自分でビジネスを進めていたので、一人で頑張ってるとどうしても一緒に頑張る仲間とか士気を高めてくれる先生とかそういった環境に身を置けないので、どこかなあなあになっちゃったりとか、どこかこう甘くね仕事をこなしてしまうところがあった時に、なんかもう一度起業初期みたいに全力で何かに打ち込んで短期集中で全力で仕事にのめり込むっていうあの快感をもう一回味わいたいなと思った時、ああ情熱といえば増田先生がいると思って、すげえ、はい、だってね本のタイトルがまさしく情熱を、ね、変える方法ってね、今ちょっとワイプでもしかして出てるかもしれないですけれども、こういうことしたりするとあの編集なんかになるんですけれどもまあいずれにしていっても、はい、ちょっとマンネリ化そうしてきて、うん、ここいらで一回ちょっともう一丁やってやりたいなっていうふうに思ったんです、はい、そもそもでも、うん、なんでもう一丁やってやりたいなって思ったんですか？なんでですかね。だって、うん、別に貧しい生活をしてないわけじゃないですか。うん、そうですね、ありがたいことに200万とかで、うん、街とは言わないけんでもシャンパンタワーとかしたりとかして生きていけるわけじゃないですか、うん、いずれにしていっても、はい、そういう安定をしているのに、うん、なぜもう一回爆発したいのかってことをお伺いしたいんですけれども、うんはい、なんか過去に、うんトラウマとかがあったとか、はいうん、なんかいじめられたとか、だからなんか周りのやつ見返していきたいとか、うんうん、なるほど、そういうこと思ったから、うん、そういうことをなんか思い始めたのか、うん、ちょっとなんか経緯をできるだけ詳しく教えてほしいんですけど、ね、経緯をできるだけ詳しく、うん、そうですね。でもそう言われて振り返ってみると、子供の頃から結構自分を窮地に陥ることが好きだったんですよね。あ、追い込むのが好きってこと？追い込むのが好きだったんです。子供の頃からド M だったんですね、要するに。まあそういうことになりますね。あ、はい、塾ではド S、 ご、うん、自身としてはド M。 私ド S でした。いやいやいや、でもなんかあるじゃないですか、うん、僕、はい、あのトミさんの企業のちょっとお客さんとかがクライアントに対してですね、クライアントさんとかやったりとか、はい、インスタグラムの投稿を見る限りは、はい、結構なんかやっぱり厳しめ？厳しいですね。あの SNS で起業してたりとか、うん、インスタグラムでやってる人たちって、はい、結構なんか勝手なイメージで、うんうん、大丈夫ですよ、ファファってしてる感じなんですけど、はい、そのイメージとは全然違うくって、はい、なんか結構マジでこう言うときは言うみたいな感じの印象があるから、はい、
ド S ド M って言ったらダメです、そんな2つの人格で割っちゃダメですけれども、はい、結構サディスティックというか、うん、そうですね、仕事のスイッチ入るとクライアントさんには結構言いますね。でもこと自分のことになると限界に挑戦するときに自分が成長する感覚がきっと子どもの頃から好きで、なのであえて例えばじゃあ高校に行くってなった時も安全な成績なりの学校に行くんじゃなくて、はいはいはい、あえて自分が下になるようなところに頑張っていってそこから這い上がったりとか、なんかそういうそんなこと考えたことないな。そう魂なんですかね、なんですか分からへん、なんかリベンジ精神があるのかなんか分からないですけども、そこ這い上がっていくのがやっぱ好きだったんですかね。そうですね、這い上がったりとか自分の限界にチャレンジする、できることは全部やりたい、できるまではやりたいっていうのはすごい昔からありますね。そうだったんです。そんな中で塾入るときってどういう心境だったですか？うん、もうその爆発してやりたいもそうですけど、はい、こんなことやってみたいとか、あんなことしてみたい、確かに売り上げとして爆発してみたいという気持ちはあるけれども、はい、そのじゃあ してから、して、からへんお金を何に使いたいなとか、はい、なんか欲しいものがあるとか、あそんなのあったんですか？それはなかったですね。そうですか、うん、あでもとりあえず、うん、もう一回なんか再燃焼というか、うん、あしてみたいなという気持ちだけで。そうですね、やってみたいっていうのと、今まで私 SNS 企業の世界でしか生きてこなかったので、それこそブログの書き方とかインスタグラムの書き方とかそういったものはひたすら学んできたんですけど、増田先生ってやはり実店舗のコンサルティングにお強いっていうことで、それこそ増田式チラシっていうように、そういうチラシとかの作り方を私が新しいノウハウを得ることで、うん、私のクライアントに還元できる情報が増えるなって思った、そのワクワク感がすごいありました。ワクワク感、うん、ワクワクでしょ、ワクワクですよ、うん、なるほど、私のコンサルティングスキルがもう一分野増えるみたいな。あなるほどね、うん、僕はなんかそこまでは考えたことはないし、コンサルティングの師匠なんて誰もいいひんし、はい、自分で好きなことばっかり言ってる、はい、なんかコンサルとかコーチングってね、うん、全然僕も分かんなくて、未だに僕が自分は本当にコンサルなのかどうかも全然分からなくて、はい、ただなんか人といろいろシェアをして、はい、あのやるにはそういうのが好きなやっぱ性格ではあるから、そうそう、なんかマッサージ塾とかでも、はい、なんか意外に結構なんか適当に喋るじゃないですか、流れで6時間とか7時間とかでわーしゃべりますけれども、はい、なんかやっぱり塾の方に来てくださってる塾生の人たちが言うには、はい、必ず何か自分で疑問があったりすると答えが出てくるような塾っていうふうにおっしゃってるんですけれども、うん、まあいずれにしていっても、まあ、そんな感じで、はい、なんかこうモヤモヤっとしているところにもう一回燃えてやりたい、はい、そしてそのスキルとしてももう一段階上のスキルを手に入れて、自分のクライアントにもなんか還元をしてやろうということだったんですけれども、はい、少し遡るんですけれども、はい、一番最初にシンガポールで会った時の僕のなんか印象ってどうだったですか？僕多分、はい、いつもねカープの帽子かぶってるんですけど、はい、僕多分カープの帽子かぶってたと思うんですよ、その時もかぶってました、かぶってましたよね、僕カープの帽子余裕で。これ言っていいですか？はい、そのシンガポールだった時に今おっしゃってくださったようにカープの帽子かぶってT シャツ短パンで、はいはい、B さんなのにルブタンの袋を持ってたんですよ。嫌なやつですね。どうもーってルブタンの、そうなんや、持ってこられて、あ、やっぱりお金持ちなんだ、よくわからないけどって思ったのが第一印象でした。そうなんですか。そんなシャンパンタワーやってる人に言われたくないですね。いやいやいや、あ、僕その時ね、はい、確かにルブタンの靴買ってたんですよ、シンガポール限定の靴があってね、うん、シンガポールにも、いやいや、あの、うん、言うてもなんかエナメルの靴だったんですけれども、うんうん、まあちょっとどっか行きましたけど、あの靴ね、まあいずれにしていても、はい、そうそう、やっぱ金持ちは違うなっていう感じの印象だったってことですか？うん、でやっぱり迫力が、まあ、あの動画でも伝わってると思うんですけれども、増田先生独自のオーラっていうんですかね、嬉しい、やっぱりどんな時も堂々としてらっしゃったりとか、はいはい、あと誰に対してもフランクに同じ対応をしてらっしゃるところとか見て、凡人じゃないんだなって思って、褒めてる、言い方、褒めてる言い方
いやすごい経営者の方なんだなっていうのはすごい感じましたよ、 あの時。そうですか、うん、いや僕はもう自分が40だから、はい、40年間こんな感じでやってきてるからですけど、はい、なんかそれはやっぱ言われるんですよね全然、うん、でもわからないですよ、はい、全然わかんないですよ自分では。どういう迫力があるのか、結構なんか怖い感じ。あえこんなこと言っていいのか、苦手な人は苦手かもしれない。苦手な人は苦手。苦手な人たちは出口はこちらからですよ。どうぞ。あ、なるほどね。でもね、その増田先生のその熱量とか迫力がだからこそマッチする方はすごいドンピシャにハマるんだと思います。要するに、はい、どんみさんもその塾に入っているときはやっぱバシッとあったって感じですか。あ、そうです。私も基本熱血なので。ね、そうだから私ゆるふわの女性コンサルとかのところ行けないんですよね。あ、なるほど。はい。